C.S. クライブ・ステープルス・ルイスは、アイルランド系のイギリスの作家、学者、中世文化研究者、キリスト教養護者、神と伝道者。全7巻からなる、ハイファンタジー小説、ナルニア国物語の著者として有名。3歳の頃に愛犬ジャクシーを、交通事故で失った直後から自らをジャクシーと名乗り、それが、徐々に周囲に受け入れられていき、 家族や友人からは、生涯を通じてジャックと呼ばれた。そのため、あえて、フルネームを、クライブ・ステープルズ、ジャック・ルイスと綴る場合もある。アイルランド、アルスター地方ベルファストの事務弁護士の家に生まれる。ルイス家は19世紀半ばの祖父の代に、ウェールズから渡ってきた移民であり、母親はアイルランド国教会の神父の娘であった。 子供時代は3歳上の兄をオーレン・ハミルトンと一緒に、ボクセンという創造の国を作り、その物語を書いて遊んだ。パブリックスクールに馴染めず、元、ラーガン大学校長で、父の個人講師を務めていたカーク・パトリックによる、個人教育を受けて、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジに進学、古典を英文学にて、最優等を取る。 第一次世界大戦に準軍語大学に戻り、モードリンカレッジで英文学特別研究員を務め、後に世界的に有名な指輪物語の作者となる J.R.R. トールキンと知り合う。その後1954年にケンブリッジ大学、モードリンカレッジに移り、中世ルネッサンス英文学の主任教授を務める。この間、1950年から1956年に、 かけて、ナルニア国物語を出版する。第二次世界大戦後、ルイスの愛読者であり、離婚歴のある17歳年下のアメリカ人詩人、ジョイ・デイビッド・マン・グレシャムと知り合い、1956年に結婚する。この結婚は、当初、骨髄がんに侵されたジョイが、英国籍を取得するための形式的なものであり、結婚式もジョイが入院している病室で質素に取り行われた。 互いの愛情は徐々に深まり、ルイスはジョイを唯一の女性と呼んで慈しんだ。この結婚はジョイに離婚歴がありヒキリスト教徒でもあったため、周囲から多くの非難を浴びた。創作をめぐって関係が悪化していたトールキンとも、これを契機に断行している。ジョイとのストーリーは、戯曲、シャドーランズ及びその映画化作品、永遠の愛に生きてで描かれ、 広く知られるようになった。ジョイは結婚からわずか4年後の1960年に45歳で死去し、ルイスは NW クラーク名義の著書、悲しみを見つめてで彼女の死を深く痛んだ。ジョイの死から3年後の1963年の半ば、心筋梗塞に倒れて昏睡状態に陥る。翌日には意識を回復して後に退院するが、一向に 復調の兆しが見えず、やむなく、辞職を決意。診断によると、3年前に患った人炎の、後遺症で、慢性人不全に陥っており、その後は徐々に体力を失っていく。65歳の誕生日を、ちょうど1週間後に控えた1963年11月22日に、死去した。遺体は、オックスフォード郊外ヘディントンにある、セントトリニティチャーチに埋葬された。 幼少の頃はアイルランド国教会に基づくキリスト教を信仰していた。14歳の時に無神論に転じ、神話やオカルトに興味を持ち始める。その後様々な書物や大学時代の友人の影響を受け、31歳で同じ成功会系のイングランド国教会の下で再びキリスト教信仰を始めた。奇跡、悪魔の手紙、キリスト教の清髄、 喜びの訪れなどの神学書や自助伝、ラジオ講演などを通じて、神と伝道者として、キリスト教信仰を伝えている。著作には、詩集、神学論文集などがあるが、特に有名なものは、ナルニア国物語全7巻である。神学者としても著名で、ナルニア国物語にもその片鱗が現れているような、新プラトン主義的な見解を、ラジオの連続講義でも披露。 スイスの弁償方針学者カール・バルトから激しい反発を受けた。1957年には最後の戦いでカーネギー賞を受賞している。米国成功会では成人に助せられており、明日である11月22日が祝清日とされている。日本語訳が現在手に入る作品に限る。ライオンと 魔女カスピアン王子のツノブエアサビラキマル東の海へ、銀のイスバと、少年魔術師の追い最後の戦い以上は、セダテージ約マラカンドラ沈黙の惑星を離れて、ペレランドラビーナスへの旅猿、カンドライマワしき鳥での戦い情景放題は、原書坊、中村太古役。正式なシリーズ名がないため、海外では他にも、コズミックトリロジーやランサムトリロジーと、 呼ばれているルイス財団の文献での表記、ブリタニカ百科事典による、ありがとうございます。